おはようございます、心のままです。今みんなを追い出したところなんですけど、今から10分ぐらいかけて用意をしたいことがあります。本日はこちらを買ってきました。はい、こちらなんですけど全部で6個あります。ではこのね、6つのカメラがあるんですけど、こちらを全部リビングにセットしていきたいと思います。よいしょ。みんなわかるかな、用意に16分もかかってしまったよ。これで四方八方から盗撮されております。心まんけ、リビングに6台カメラがあります。よし、じゃあこのままみんなの帰りを待ちたいと思います。はい、お帰り。ストップ、止まりなさい。こことここにカメラがありますね、皆さん。はい、実はこの部屋にさらに6台カメラがあります。は？ああ心満喫が盗撮されています、今。なるほど。どこにカメラがあるんでしょうね。見える範囲にしか置いておりません。もちろんあの映さないからね。これはちゃうて、これとこれ以外の6台や言うてんね。違うて、盗撮されとるで。え、見える範囲、この部屋歩いて探してよ。もちろんこの部屋しかないよ。盗撮されとるで。6台。ほら、隠したところにはないよ。見えるところにしか置いてません。ちょ、これカメラ？カメラこれ。いや、子供らが見つけるだろ。カメラあれ。何や？バカ。バカ。この黒いの。それはこれ。バカ。それ充電器。ね、これってカメラじゃちゃうな。え？心くん？落ちとった。おい、忘れないわ。心くん、一つ目、大正解。え？何触った？何触った？これ。どれ？え？違うやろ？見える範囲やって言ったやんな。これカメラちゃうやんなって言わんかった。これカメラちゃう。そう、正解です。違う。こちらがカメラでございます。それ USB としての性能がある。 Oh my god、 なこれ、 Oh my god、 ちゃんとこれ接続つけ使えるの。あ、そうなん、すごいな。ちなみにあのここをね、こう外したらよくわかるんですけど。なんお前や。はい、カメラでございます。はい、次あと5つ。しかもこれ SD カード5つ。これじゃん、これじゃん。正解。こちらも小型カメラでございます。あと磁石でくっつきますんでね、これ。はい、これな、まだ充電しないと使えないのよ。あと4つも入った。そこを隠してないって。だから見えるとこしか置いてないよ。分かった、 D みたいに。バカ、盗聴ちゃうねんからさ。盗撮。心、おしっこ漏らしたのバレたんちゃうか。分かった。多分全部映ってないよ。正解でございます。こちら、はい、ボールペン型のカメラでございます。持ってよ、ここに。ついてる。カメラは3つですよ。え、これカメラちゃう。これ分かったよ、俺。ゴミ箱探したらね、ゴミ箱。ほんなら箱が出てくるやろ。違うよ、あの説明書とかは置いと、充電し使わなあかんから。この中にはもうない。じゃあもう私こっから動かんとくわな。何それ、カメラ。それ、あー、バレた。はい、こちらライター型のカメラでございます。あと何個、あと、あ、なんで俺が発見するかな。はい、こちら時計型のカメラでございます。あと1個、あと1個。やだ、ええか、見つかれや。なん、一緒やな。あと1個でございます。あ、カメラ、カメラあった。カメラあった。正解。こちら時計型のカメラでございます。イエーイ。これがいいじゃない。これえ、ちなみにこれはあの USB 挿したら録画できとる分、あの自動録画してくれるんだ。何
なこれが自動録画。はい、あの前に人が人がドライブレコーダーと一緒。ああ、これはほら、ここで充電と取っとうでちゃう。それ使えるよね。だって使える。でこれは横がほら、ほんまや、ほんまや、メカや。いや、こういうスパイグッズ的な感じ。それちょっとさ、ママ壊しちゃったかもしれんからさ、パパに見して。これすごいな。もっかくしてみ。え、違う、いらないわ。あ、それ充電いらんもんな。でもまだいい、あの勝手に録画いいな。SD カードや。これとこれすごい。どれとどれ。これとこれメガネスタンドなってるし。まずはこちらから、じゃーん、スマートチャージャー。これね、あのみんなわかるかな、何か。でこちらがですね、ウェアラブルカメラ、じゃーん、ウェアラブルカメラ。こちらは時計の形をねしております。 USB のミニビデオカメラ、じゃん、小型カメラ、ウォッチ型カメラ、ペン型カメラでございます。こちらを今から仕掛けて盗撮したいと思います。ちゃんとしたボールペンとしても使えるし、ここがカメラになっております。こちらが小型カメラです。セントタイプのカメラです。こちらが時計型のカメラですね。ここに超小型カメラが入ってます。こうやってやっとるだけでここが撮影されとるってことやからね。こちらはですね、なんとライタータイプのカメラでございます。ここにねカメラがついてます。おかえりおかえり。すみません、突然ですが盗撮されてます、うちの家。ママこれ。アイティン1個発見。はぁ、ここで冷蔵庫に。え、どこ。あら、触らんよ。見たことないものやったことやろ。ママでこれし、熱くなった。これ違う。こんな白かったよね、これ。上から覗いてみて、それ。カメラ4台ですね。うわぁ、これ。抜いていい？いいよ、抜いて。すごい。これついとん。はい、それカメラです。え、それカメラ、隠しカメラ。あと4台あります。音声も入ってんの。あと4台あります。モンスターある。ここで撮るの難しいよ。そこめっちゃ。あと4台あるよ。これ、これ揃えてみて。これを撮るねんで。なんか私が盗撮してるみたいになってる。ママズ、これやろ。これやろ。カメラ。やば。これがあれやで、あの私が家に行った時にこっそり仕掛けとるかもしれないからね。あ、絶対するやん。正解。するやん。そこがカメラ。よし、ありがとう。ほら。え、いつも人。のんちゃん正解。これも映してるところ今。下からアングルになってる。ああ、それ見たことないわ。ここやろ。そう、正解。こちらカメラです。怖ー。さっき録画消して、リュウちゃん。リモコンじゃないと動かないと。悪ちゃうわ。うん、天才じゃない。はい、皆さん聞いて、ある日突然ね盗撮されているかもしれないですよ。十分にね注意して、家の中にね不審なものはないか探してくださいね。オーケー。はい、いかがです。コンセントの中とかに盗聴器とかあるかもしれないからな。それこそ探してみようか。奈々ちゃん、盗撮をしとった犯人こいつや。イエーイ。逮捕してください。はい、わかりました。すぐ行きます。すぐは何秒かかりますか。来ました。はい、逮捕してください。わかりました。こいつです。ちょっと外でやろ、外でやろな。奈々、外行こう。一回外でよ。はい、これですか。はい、勘弁してください。ありがとうございます。逮捕だ、逮捕だ。逮捕。元気や。見えない。ここに置いとけ。いやいやいた。いやあ。
逃げていいですか。もう一回寝て。もう一回寝て、はい。もう一回寝て。ちょっと早押して。早押して。寝て。服。長袖を買ったの誰ですか。あなたが半袖しか着ないからでしょ。盗撮案内です。もう盗撮はしません。お風呂だけにします。